フックよりも当たりやすいんで構えて、だから左フック打って構えてるじゃないですか。だから左アッパー打てた方が当たりやすいんで、 お互い構えた時に対してパンチが左フックはここにガードを邪魔するんで、左アッパーはそのまま当たったら、すみません、タクです。左アッパーはそのまま当たるんで左アッパー打てた方がいいです。はい、で左アッパー打つポイントはこっから外側にずらすんじゃなくて内側に入れるっていう、内側に、内側だからこう構えても、お互い構えてたら左から内側に入れる感じです。もう外じゃなくてもうこっち側に反るようなイメージで打つと当たります。こっち側に反るようなイメージで当てた方がいいです。こっちだと絶対力も出ないんで、こういう風に打つ人が多いんですけど、こうやって打つと当たんないですよ。当たんないし、当て強く当てれないんで、もうこの辺に反るようなイメージで打つと、バンバン、こっから、まあ、もうそのまま入る。こっち側にも、こっち側にエディット。いいっすか。じゃあデモ3発ぐらいお願いします。左アッパー。左。よし、ありがとうございました。